マスオ TV。 はい、マスオ TV です。皆さん、僕はね、皆さんに新潟を知ってほしいよ。新潟出身なんですけど、いろんな動画上げてたんだけどね、今までね、新潟の良さあんまり伝えられてないなと正直思ったわけですよ。そのね、地元の良さ、それをね、今日ね、皆さんに伝えたくてここ来ちゃった。表参道にある新潟館、その名もネスパスでございますよ。まあ、新潟のご当地グルメだったりとか、新潟でしたかね、基本的には買えないようなものもね、ここで購入することができるということで、新潟グッズをね、たくさん買って、ちょっと皆さんにご紹介していきたいと思います。で、ちなみに言われそうだから言っとくと、今日ね、コンタクトレンズね、切れちゃってメガネです、ね、いつもと違うマスをお楽しみください。買っとけや行こう。それでは早速いろんなものをお買い物していきましょう。お買い物の様子はハイライトでお楽しみください。後ほど買ったものは詳しくご紹介していきたいと思います。でですね、新潟県出身ですけど、僕が知らないものもね、結構大量にありました。まあ、お米はもちろん有名なんですけど、それ以外にもね、あ、こういうものがね、人気なんだって改めて僕は新潟県を知った気がします。で、実は新潟県ってめちゃくちゃ長くて、東京から愛知県、福岡から鹿児島、さらには九州から韓国に行けちゃうぐらい長くてですね、ですので新潟全域のことっていうとあんまりね、僕も実は詳しくないんです。これ知らない？マネージャーさん、これ知らない？桃太郎アイス。全然知らないです。これもう、これ食べて育ちましたよ、マジで。リアルにこれは他の県にないのかな、むしろ。群馬は見たこと、群馬はない。群馬はむしろこれがご当地ものだって知らなかったぐらいに、あの、有名です。じゃーん、ということで約1万円分大量買いしてきました。では早速紹介していきましょう。まずはですね、こちらカレー揚げせん買ってきました。なんでもですね、新潟市はカレーを愛する町日本一らしいです。カレールーの購入額で全国1位になったことがあるってことで、すごいね、カレーを愛してるらしくて、その揚げせんっていうね、これちょっと食べてみましょうか。購入額日本一なんてマジ知らなかったですね。はい、揚げせん、いただきます。うまいわ、これ。無限に食べれちゃうやつだ。これは美味しい。今度もし新潟帰った時お土産だったらこれ買おうかな。続いてごっつぁんカレーということで、新潟海洋高校相撲部が激辛を超える鬼辛ごっつぁんカレーを開発しましたということで、気になったので買ってみました。ここ見てよ、ここ、この迫力ですよ。お相撲さんたちの食べるのがね、これは楽しみですね。続いてしゃぶしゃぶ餅、鍋した時とかにね、使いたいなと思って買ってみました。続いてこちら、新潟県特産の高級西洋梨を使ったルーレクチェという果汁 100% ジュース。はい、じゃあいただきます。正直知らなかったよ、やっぱ新潟は下の方だからね。濃厚、風味よし、そしてめちゃめちゃ当たり前ですけど、フルーティーで美味しい。続いてですね、味噌でございます。太田って書いてあるんですけど、高校の同級生太田くんちが作ってる味噌。あ、やっぱ馴染みがある味噌なんですよね。で、もう今日ね、発見してね、感動しちゃった。太田くん、もし見てたら東京にも売ってるよ。続いて安田ヨーグルトと、こちら諏訪のミルク羊羹です。なんかね、食べたことあるようなないような、でも聞いたことあるっていうね、このミルク羊羹。そして安田ヨーグルトはもう有名ですよね、もうみんな知ってますよね。そうですよね、皆さんもね、まあ、あの、飲んだことあるかもしれないので、このミルク羊羹食べてみたいと思います。お、楽しみだな。わわわわわわわ、うん、おいしい。あのね、うわ、おいしい、おいしい。これはね、おいしい。下手かよ、伝えるのって感じですけど。で、続いて、缶ずりと缶ずり入りなめたけでございます。でね、皆さんね、缶ずりってね、聞いてもなんやそれ、ね、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、缶ずりっていうのはですね、あの、僕の地元、新潟県妙高市に伝わる調味料。これ最近結構缶ずり来てるんじゃないかなって思ってるんですけどね。なんか数年前にモスバーガーさんが確か缶ずりバーガーっていうのをね、コラボで
売ってたこともあって、で地元の人からするとね、あこれ地元にしかないんだってね、逆にびっくり、もう全国にあるものだと正直思って育ってたっていう調味料なんですよね。まあ、冬にあの雪の中こう巻いて、うん、アクを抜くんですよね。真っ白いところに真っ赤なこの絨毯がバーッとできて、はい、熟成させるんですけど、あの柚子胡椒に近いんですけど、そうですね、柚子胡椒ってそのいろんなところで作ってますけど、はい、これはもうこのカンドリは先輩特許でこの1社しかないんですよね。へーだそうです。ぜひ食べてみてください。もう何にでも合いますよ。めっちゃ詳しい。めっちゃ詳しい。じゃあ続いてはですね、こちら花火買ってきました。これをね、火つけてねバーンって投げるとね、花火がね打ち上がるっていう、違う、これで、ね、長岡の花火のあのコーヒー物語っていうね、まあ、商品で日本三大祭りのね一つってよく言われるね、花火大会があるんですよ。僕もね行ってみたいのよ。でも行ったことないのよ。地味にさ長岡さ遠いし、もう全国から皆さん見に来るのね、長岡の花火って。その花火大会とちょっとコーヒーをコラボしたものになっています。僕コーヒー好きなんでね、これすごい家帰って飲むの楽しみですね。続いてがこちら、柿の種のオイル漬けニンニクラー油ということでね、これご飯のお供にとっても美味しいんですけど、ちょうどね僕ね3日前からテレビ見てたら、木村拓哉さんがこの柿の種のこうオイル漬けを使ってパスタ作ってたんですよ。でそれがねめちゃくちゃ美味しそうって思って、それを買ってみました。続いてこちら、これねアメトークでも紹介されたことがあるらしいんですけど、カニコーラでございます。このねカニコーラ売ってるところがなんかね、このカニの工場があるんですよね、新潟県のすごい下の方に。で僕ね小学生の頃にそこに校外学習っていうので行ったことあって、懐かしいと思って買ってみました。どんな風味なんでしょうね、カニコーラはね。飲んでみましょうか。いただきます。普通のコーラですよ、味、あの香りは。カニ？あ、沈殿してるのか。ちょっと一口じゃちょっと分かんなかった。そう、あ、やべ、炭酸が抜ける。あー最低、最悪、沈殿って書いてあったから開けちゃったアクシデントってつきものですよね。うん、炭酸抜けちゃったかな、カニコーラ。うん、なんとなくカニを感じるような気がするぐらい。で続いて、とちおの油揚げということでね、僕ねこれ正直知らなかったんですけど、そのとちおっていうね新潟県地域のこの油揚げが本当にこう有名、美味しいらしいんですよね。でこの油揚げにこう納豆を挟んで食べてるとか、なんかいろんな食べ方するらしいんですけど、まあとにかく美味しいらしい。で続いてがね、お酒類になります。これねもうなんか瓶が可愛いから買っちゃった、白眼カップ。なんか飲み終わってもこの瓶使えそうだからいいなと思いました。で続いてポンシュグリアっていうことで、日本酒を入れるとサングリアがねできる、そういうものです。いろんな味があって、これいちごのね味を買ってみました。おしゃれですよねこれもね。そしてこちら、初あゆというね、まあ、日本酒なんですけど、あゆまさむねっていう、まあ、日本酒があるんですけど、これね僕のね、まあ、住んでる地域の酒造さんでよくねこれ飲んだりしてたんで、はい、ちょっと紹介してみました。続いてこちら、亀田の柿の種なんですが、これ4種類ねあるんですよ味が。普通のね、柿の種、タレカツ丼の風味、そして南蛮エビ風味、梅しそ味っていうことで、こう、新潟のね、良さが出た、そういう柿の種になっております。タレカツ丼風味いただきます。ちなみに僕、新潟県タレカツ丼有名なのに食べたことありません。美味しいだそうです。今度帰った時に、美味しいお店探して行ってみたいと思います。いただきます。ちょっと黄色み。ああ、あった。タレカツの甘さとソースのコクを感じる柿の種になってますね。うん、まーい。続いてはこちら、ね、スイーツでございます。これね、羊餅って呼ばれるねお餅です。皆さんね、あの信玄餅っていうのを聞いたことあるんじゃないですかね。で羊餅はですね、草餅だそうで、ちょっと見てみましょうか。はい、じゃーん。あ、ほんとだ。
緑色草餅でございます。うん、これですね。草餅がいい香りなのよ。で、こちらもね、面白そうなので買ってみました。新潟って言ったら笹団子がね、とっても有名なんですけど、これね、生クリーム笹団子っていうことで、なんかね、母親から今でもね、新潟のね、ものを送られてきたりするんですけど、だいたいいつもね、笹団子入ってます。ありがとう、お母さん。ほらー、冷凍で売ってたんでね。あ、生クリーム生、うわ、うまそう。いただきまーす。おいしい、うまい、うまい、これはうまいぞ。この草餅とクリームとあんこがよく合うのよ。全国で売った方がいいんじゃないですか。マジでうまいっすよ。新しいこのスイーツの一つでこう出てきそうなぐらいマジでうまいっす。はい。そして最後がですね、こちら超人気行列店食堂ニューミサの味噌ラーメンでございます。僕の地元にね、あるお店です。で、僕も帰るたびに行っています。かなりこうね、癖が効いた味噌ラーメンとなっておりまして、この味噌ラーメンを食べた後はですね、人に会わない方がいいぞと、よくね、家族でね、言い合いながらよく食べた、そんなね、ラーメンでございます。多分これ、新潟のその上のね、下越とか中越の方は、わかんないと思う。上越の人はね、知ってるんですけど、まあそれがね、お家でね、美味しく食べられるってことで、買ってきました。ぜひ、皆さんもね、買ってみてください。ということで、今回はですね、新潟のね、商品を紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか？新潟の良さ、わかっていただけましたでしょうか？いや、今日紹介したね、商品以外にも、もうね、いろいろあったんですよ。本当に全部紹介したかった。ぜひですね、表参道にそのね、買えるお店がありますので、ぜひね、皆さんね、来て買ってみてください。概要欄にリンク貼っておきます。ということで、皆さん、今回も最後までご視聴ありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。